インテルなしをなる通称インテルジリメイラは、ブラジルサンパウロ州リメイラを本拠地とするサッカークラブである。ブラジルには同盟のクラブが複数存在するため、インテルジリメイラと呼ばれている。またインテル SP と表記されることがある。1913年10月2日、パス劇場に集まったバロンキーニャと呼ばれるアマチュアサッカークラブのメンバーたちは、自分たちのクラブを プロ化することを決定しメンバーと準メンバーが支払う月謝を取り決めた1913年10月5日 AA インテルナシオナルが公式に創設されたクラブ名はサンパウロにあった SC インテルナシオナルから取られた一部のファンによればクラブ名はリメイラにあるドイツ系イタリア系日本系ポルトガル系といった移民コミュニティへの敬意を表したものだという 1926年、最初のタイトルとなる、サンパウロ内陸部カップに優勝した。1982年、カンピオナートブラジレイロセリエ A に、初参戦し、23位となった。1986年、ペペ監督に率いられたチームは、カンピオナートパウリスタに優勝した。これは、内陸部のクラブによる初めての優勝だった。準決勝では、サントス FC。 決勝ではパルメイラスを退けた。1988年にはカンピオナーとブラジレールをセリエ B に優勝して初めての全国タイトルを獲得。翌年にはセリエ A に昇格した。ホームスタジアムはエスタジオマジョールジョゼルビー・ソブリーニョ。1977年会場で収容人数は1万8000人である。ありがとうございます。